はい、サクッといけたらいいですけど、今日はですね、久しぶりに配信しようか、タロット配信をしようかなと思っています。チャンネル登録がねですね、2桁になりました。ありがとうございます。それとジジさんコメントありがとうございます。はい、それでですね、今日はちょっと一つの問題を深く探ってみるというか、知ってみるというか、彼氏や、彼女は何を考えているのでしょうか。で、いきましょうかね。はい、これダイヤルかな。いきまーす。彼女は何を考えているのでしょうか。よろしくお願いします。はい、行きましょう。はい、これが現在です。現在太陽の逆、見えますかね。だ、老眼かかってる。
びっくりいきます。あのですね、私ちょっと配信遅いもので、寝落ちする方、私の声をが癒されるって方がいましてですね、寝落ちして途中から半分見て途中から見ましたとか、寝落ちしてたとか、便秘に効くとか、なんかヘルスなんたらっていう、私の体調のなんか出て声が便秘に効くんでしょうか、それとも寝落ち癒されるっていう人もいてくれるので、途中から配信遅いもので寝落ちしてくれて、寝れたら寝てください。はい、いきますね。これがちょっと現状ですね。彼女は何を考えてるのでしょうかっていうことですね。満足感が 80% な感じかな。 80% あったらいいと思うんだけどな。ですね、太陽の光がですね、雲に覆い隠されています。心の中は晴れやかじゃないく、期待通りの活躍はできずに中途半端な達成状態です。いざ本番っていう時に、いざ本番は何の本番でしょうかね、いろいろありますね。実力を発揮できなかったりですね、リーダーシップがうまく取れなかったり、到達するまでにちょっとが時間がかかるのかなと。天気予報で言えば、これは曇りの状態ですね。少々不満が残るぐらいかな。ですね、ちょっと緊張感がなくなってきてるのかな。満たされてはいるのかな。満たされながらちょっと飽きてるみたいな感じかな。人間関係で言えば、少し自信がないとか、目立ちたいとか、ライバル意識とか、嫉妬とか、そんな感じでしょうかね。はい、すいません。現在で、これ塔のカードが出てますね。これはちょっとネックになっていることですね。塔のカードネックになっていること、何がネックになってるんでしょうか。になってる塔のカードね。
絶対大丈夫とか思っていたことからですね、うち砕かれるっていう感じかな。んで、通って安心感のあるものが当たり前だと思っていることを表したりですね。あとは、相手を信頼してたりとか、会社への安心感だったりとか、健康だと思い込んでいる体かもしれませんね。そこに雷がいきなり落ちているので、一瞬にして崩壊してしまう。形あるものは必ず崩れてしまうという衝撃的なカードですね、これは。事故や火事、雷、地震、台風、洪水などの天災とかが、この塔のカードとかではあるんですけども、恋愛でしたらですね、ちょっと怒り爆発みたいな、ショックっていう、急激に冷めるみたいな、冷静ではちょっといられない状態かな。そうやってですね、人間関係とかで言えば、一回この状況を、ぶち壊したい。怒っているっていうかね、家を出て独立したいとかいう感じですね。こうですね。はい、塔が出ましたね。はい。次行きましょう。これ潜在意識でーす。潜在意識のカードでライオン。ライオンちゃん。ライオンちゃん、ライオンちゃん。ライオンちゃん、聖一ですね。聖一ですね。これが、顕在意識ですね。顕在意識なんですけども、一筋縄ではいかない障害を乗り越えるっていう感じかな。力っていうのは、精神力の力ですね。目の前に立ち上がる困難とか障害、また、ですね、自分の中の衝動、欲求の象徴です。女性がライオンちゃんを優しく手なずけているのは、不可能を可能にするっていう精神力の強さを表しています。大変ですが、あの手この手を使い、目の前の壁を乗り越えようとします。一筋縄ではいきませんが、なんとか乗り越えられます。女性と猛獣が何なのか、誰なのかを当てはめて考えていきましょう。ですね。扱いにくい相手、なかなか口説けない、説得するのが難しいとかかな。
ちょっと人間関係で言うならばとっつきにくいとか、接するのが結構大変。苦手だけどメリットがあるから頑張るって感じですね。はい。はい、潜在意識いきましょう。潜在意識。皇帝ですね。潜在意識は4番。皇帝さん。これは潜在意識です。安定していますね。潜在意識は。ちょっとやそっとのことでは揺るがない安定感っていうやつになります。皇帝はですね、現実世界での権力者ですね。石の上に、椅子に座って、揺るぎない安定感とか維持力とかを示します。皇帝はですね、多くの戦いをくぐり抜けてきました。これまで築き上げてきた領土や城ですね、家とかね。まあ、自分の、まあ、そうですね。自分に当てはまる城ですね。守るために、保守的でっていうか、少し頑固です。左手に地球を持っています。この世界を支配している印です。自信に満ちていて、リーダーシップを発揮します。長がつく立場の長いですね。長いっていう、長がつく立場の、とても影響力のある存在の人物。これが潜在意識になりますね。で、信用しているとか、自分からは謝らないとかね、別れる気持ちはないとか、そういう意識が強いですね。で、人間関係も自信持っていますね。で、考えを簡単に変えない。物事を現実的に考えているっていうカードになります。これが潜在意識です。ちょっと過去見てみましょう。過去これ。死神ですね。過去死神か。うん。死神、死神。はい、これ過去です。死神ですね。過去はですね、特別な気持ちはないとか、終わりにしたいとか、今の状態で続けたくないみたいな感じかな。興味がないとか、環境の変化とか、今は電話などする気持ちがないとかいうのが、これが過去の気持ちですかね。ちょっと手放したいとかを思っててたのかな。ああ、でも手放すことで得るものがあるって前も同じことを言ったような気がするんですけど、どんな偉い身分であろうが、ちょっと死の恐怖を感じてるとか、そんな感じかな。
でもこれは、そうですね。前も言いましたね。卒業とかそんな感じですね。本当の死じゃなくって、終わればまた始まるっていう感じかな。変化を恐れる性質があるんだけれども、でもこれは過去は結婚式でもこれとも読ますね。一回手放しましたら入りますみたいな感じかな。死神のカードって私ね、血と再生みたいな感じかな。わかりますかね、言ってること。過去ですのでね、多分同じこと言ってるやろうな、私多分。前と全く同じようなことを言ってるのかな。違うな、違うな。ほんで、こっちは近い未来になります。運命のは近い未来はどういうことが起こるのかしら。運命のは逆やんなこれ。チャンスをものにできないっていう、なんか停滞期みたいな感じかな。これがちょっと近い未来。蛇がいますね。蛇、岩の横にですね、蛇の姿をした魔物。リボンちゃんつけてますけど、悪の象徴になってますね。これが、蛇がね、輪の上の方に上がって、ちょっと不運とか低体温とかに何かにつけて、ちょっとタイミングが悪い。チャンスを逃したりとか、なんか流れに逆らって行動してるような状態かな。今は下手に行動する時期ではないですよっていう、教えてくれている。思い通りに運ばないからといって、作戦会議と行きましょう。な感じかな。で、ちょっと気持ちが離れかけているとか、会う時間がないとか、タイミングをつかめないとか、思い通りにいかない、分かってもらえない、あまり興味がないって、なんか、ズタボロな。スタボロか。で、これですね。こ
これが本人さん、その方の状況ですね。解決策があると思うので、考えていきましょう。これは、今の状況ですね、これは。でもこれ、今の状況はいいですね。勝ち進みますね。ちょっと相撲心に勝ち進むっていう。理想を現実にしようとするとか、まあ、会社とか実家とか、親の敷いたレールの上を歩むのではなくっていう、自分の力で、前もこれ言ってる感じがするな。障害物を跳ね飛ばして、移動とかそういうのも表しますかね。恋愛ではですね、旅先とかの出会いであったり、環境を変えることで出会いがあるっていう、積極的にアピール、相手を口説き落とす、まあ若手ビジネスマンとの出会いやて恋のライバルに勝つっていう、目まぐるしい展開、スピード結婚、ドライブデートとかかな。で、人間関係でも、フットワークが軽かったり、自分の実力を試したい、実家を出て一人暮らしをしてとかね、一人暮らしじゃなくてもいいんだけどね。まあアクティブな仲間とか、好奇心旺盛とかかな。これが当事者の感じです。はい、それでですね、はい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 、これが周囲の状況ですね。6番さん、これも恋人がひっくり返ってるな。恋人ひっくり返ってるかな。6番さん、これはじゃあ、相手の気持ちを、相手の気持ちやね、相手の気持ちなんだけれども、前ほどテンションが上がっていないとか、倦怠感ですね、浮気心が芽生えたり、軽い気持ち、あと人間関係で言うたら、
何かにつけて真剣に捉えていない自分にも相手にも甘い考えっていう感じですね。これは、周囲が、周囲の状況というか相手さんの気持ちですね。はい。これがなんか、ちょっと待ってくださいね。愚者の。何か恐れてるんかな。ちょっと待ってくださいよ。クッションもひっくり返ったらちょっと危なっかしい状態かな、これは今。恐れとかまた希望なんだけれども、自由奔放すぎてちょっと危なっかしい感じですね。これで好きでも嫌いでもない、なんか特に何も考えてないとか、めんどくさいとか、そんな感じかな。何も思っていないとか、能天気に楽しんでいるとか、察知されたくないって感じですね。はい、さてと結果いきましょうか。あれ結果なんでデビルちゃんやな。結果デビルちゃん、分かっちゃいるけどやめられないって感じかな。なんかハマってますね。我を忘れています。誰か支配されてますね。悪魔というか、何かに洗脳というか、でも首輪が緩いのでですね、抜け出さないは自分で決めれます。でも抜け出さないんだね、やっぱやめられへんねんな。負の快感というか、あなたにとっての悪魔って何でしょうかね。例えば、食欲、物欲、タバコ、酒、秘密の恋愛、仕事、借金、人によって様々ですね。ちょっと
恋愛で言うと、ちょっと虜になってる感じでかな？話したくないとか。利用してやろうっていう場合もあるかな。で、人間関係で言うならば、ちょっと怖いけど気になるみたいな。はめられそうで怖いとか、しつこいとか。なんか、これね。まあ、これ結果ですね。そうですね。これがちょっと深掘りですね。一つの問題をちょっと。選択するのはあなたですっていう感じかな。これはいいな、これ。よい、陰陽、よし悪しのカードですね。自分に当てはめてみて、ちょっと考えてみてください。ちょっとなんか、欲しいな。なんかすっきりしないですよね、これ。ちょっと待ってくださいよ。これでちょっと、ちょっとすっきりしないね。すっきりするにはどうしたらいいのかな。あ、1個飛んだ。2個飛んだ。これでいこう。これでいこうか。手やな。これ、ヒーリング。シャーマニックヒーリングオラクルカード、これ。ヒーリング、そうですね。マッサージとかね。で、ちょっと、心も体も、ほぐした方がいいかな。ほぐした方がいい。で、もし、自分の、体であれば、手を当てる。手当てっていう言葉で手を当てるっていうふうにも読むんですけども、でもこれ暗闇の中、何かがこう襲ってきてるようにも見えるんだけどね。Don't touch me っていう風にも見えるね。手を合ってる。まあ、体であれば、
痛い部分に手を当てるとか、そんなんでもいいと思うんだけど、闇の手が伸びてきてますとか、そんなんもあると思うので、ちょっと、手を出すと、どうなるんだろうね、これは。ヒーリングやから、ほんまやったら、手当てとか、さっき言うたな、になるんやけど。なんか、ちょっと、黒い手。卵の身にも見えるけど、卵の中から黒い手が出ようとしてるような感じやね。なので、誘惑とかかな。気をつけましょうって、黒い、なんか、悪いものがつきますよ、みたいな感じかな。ちょっと、くっつくって、なんか、悪いものがついちゃうから、もう一個見ましょう。なんか、気をつけてくださいっていう感じかな。ちょっと待ってくださいね。もう一回見ましょう。やっぱりなんかあんまり微妙なカードばっかり出てこんな。解決策。ちょっと、ジャンピング。これでいこうか。あ、でもこれいいな。ちょっとこれですっきりするかな。これバランスやな。バランスへと向かう動きですね。雨の日も太陽の日も月の日も、バランスをとっていく。これだけじゃなんかこうすっきりしないな。何やろか。違うやつだそう。これいきます。とことん深掘りしましょなんかちゃう。ああ、そっか。なんか私の読み方かな。違うかな、他の人と。プリンセスか、プリン。
女皇居のカードやね。やっぱりこれか。日本で言うたら尼さんになるかな。で、解決策は、甘い雰囲気とかは無縁の完璧主義っていう。自分に厳しくですね、クールで勤勉な美女です。で、手に持っているこの巻物はですね、普通の人には読み解けない難しい文字がたくさん書かれていると思いますが、天からですね、お墓参り行ったりとか、天からですね、この時期は、ちょっと待ってくださいよ。あ、出た出た。痛い。天か。今日が。今土曜になるのかな、どうなんだろう。5月からやな。あと29、今日も、今日は何曜日や、明日か。明日から、白いものを食べるとかですね。で、5月に入るとですね、これ5月に入ると、土曜ではあるんだけれども、また虎の日とか一粒万倍日とか、4日の日が身の日やね。蛇の日になるし、節句もあるか。天赦日っていつや。長なってすいません。これ5月が転写日ないか。転写日星の日、6月がいいね。6月の10
か電車日か。お風呂に、塩とかアレルギーがなければ精子を入れても OK って感じかな。6月、6まで待てないかな。その時にですね、転写日、6月の、10日が転写日なので、その時に、これは年に、5、6回しかない、暦上では縁起のいい大吉の日なんですけど、天がですね、万物のすべての罪を許すとされている日です。なので、契約を結んだりとか、婚姻届を出したりとかするのには最適ですね。で、6月まで待ってるんであれば、この日はですね、何をしても天が味方してくる日ではあるんですけれども、何でもいいやっていうわけではありません。例えば借金してまで買い物したりとか、人との約束を破ったりするようなことは、ないようにしましょうっていう感じですね。で、この女教皇ですね、なんだか緊張する感じかな。まあしっかりしてくださいっていう感じかな。神様がね、天からメッセージとかを受け取れるかな。神様が見てますよっていうことかな。見られてると、神様に見られてると思って、行動すれば大丈夫かな。満月とか月とかね、が対立関係にあるっていう感じやねんけれども、人間関係はまあ対策ね、親しき中にも礼儀ありっていう感じでいいかな。これでいけるかな。どうだろうか。肝が働きやすくなるとは思うんだけどね。頭痛とかにもちょっと気をつけた方がいいかな。で、頭から、ちょっと待ってくださいよ。ゆっくりちょっと待ってください。ですね。私の目がちょっとおかしいな。こっち切るか。この方は金、私も最近緑の服気になるんだけど、黄緑色とか黄色
黄系、黄色とか、これも黄色のお花やな。白と黒で、炎が照ってる。まあ、バランス。ちょっと、書物だね。書物だから。ちょっと、いろんなことちょっと、勉強とか、かな。書類関係でもいいけれども、なるべく早めに済ませて、感じでいけるかな。神様が上から、天が見てる行動を取りましょうっていうことになると思います。自分に、自分嫌ですね。人を、裏切らないとか、あまりでもちょっとどうかな、これ知識に惑わされすぎるのもどうかなと思うな。とにかく、上から見て、上から、頭から入ってくるから、流れを良くしないといけないな。血の流れとかもあるかな。血流を良くする。自分に正直に。そんな感じかな。自分に正直に。上から見てます。見てると思って行動してくださいっていう感じでよろしいかな。そうすれば、炎が消えないっていう、綺麗なあなたで、綺麗なあなた、綺麗な男子、女子、心でもいいですね。心が綺麗な女子、男子でもいいですね。で、いれば、火は灯っていくって感じで終わります。すいません。